はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回もバイオハザード HD リマスターパート13始めていこうと思います。今回はここをまず調べに来てみてんけど、そういえばここは反対側から鍵がかかっているか。そういえばさ、鎧の鍵手に入れたとこの奥、兜の鍵じゃなかったっけ。あれ、ここから行く場合はこう行って こっちやっけ。ここが兜の部屋やっけ。うん、そうそうそう、この鎧のところで、この奥が鎧の鍵で開くのかと思いきや兜なんじゃなかった。ここ洋館3階か。ここそうやんな。もういらんの？これで全部開けきった？まあまあ、そう言うなら捨てるけど。あ、そっか。もう兜は使い切ったらしい。で、なんか前回、溶けずに終わってたギミックとかもあるから、それ、窓やで、窓。それとかも今回ちょっとやりたいねんけどさ、やってるときはひらめかへんかってんけど、編集してたらこうしたらいいんちゃうんっていうのひらめいたからさ、やりたいねんけど、今回はとりあえずこの部屋からやるで。とりあえずグリーンハーブ拾っとく。2個とも拾っちゃっていいかな。もうこのグリーンハーブ2個調合しちゃってもいいねんけど。待て待て、マップ。え？はしご？あ、でも、あそこの2階の、あの部屋のはしごに繋がってんのちゃん。そうやんな、位置的にも。え、何事もなくいけるかな。とりあえず、ふっ！ん？水音？魚でもいる？え、ちょっと待って。こっち、哲学の本が並んでいる。死と生に関するものばかりだ。はぁはぁ。え、ちょっと待って、ここの窓からなんか見えたりせん？あ、ごめんな。カメラがあっち行ったりこっち行ったり。何が見えてる？ジル。え、とりあえず進むけど。え、ここ廊下やんな。駆け抜けろ！あ、意外と大丈夫。え、でもバチャンバチャン！赤くなってんねんけど、あそこのドア赤くなってんねんけど、とりちょ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 、ノブが壊れている。開かないようだ。ノブどこ。ノブ、あ、特に焼き地、もうこれやるしかない。いや、違う、もう一回はしごを登ればいいのでは。ちょっと待って、やってもいいんですけど、やるならさ、やるな。あ、でもリチャードの敵、ふわい。あ、でもこのショットガンリチャードのやしな。え、これでやるべき？うちなんかグレネードランチャー持ってこようって思って帰ってきちゃってんやけど、さすがにここまでは追ってこへんみたい。あー、なるほど、そういう感じね。ははー、なるほど、あそこヘビ部屋。ほんでさっきの反対側からドアがかかっているようだの扉に続くんか。え、ヘビ倒したらあそこのノブ治るんかな。ノブ帰ってくる。あー、そうか、そうですか、そうですか。ちょっと武装してくるわ。まあ、ショットガンでもいいんねんけど、ショットガンでもいいねんけど、こういう時こそグレネードランチャーじゃん。いや、でもグレネードランチャーカエルに、そんな強くなかったからな。実はそんなに威力ないんかな。ただの榴弾やったら。
なんかな、ショットガンより強いっていうつもりでいてんやけど、前カエルやった時もショットガン2発ちゃうかった？グレネードランチャーも2発やったやん。カエルが強すぎんのかな？え、でもな、カエルよりあのでっかいヘビの方が強そうやしな。ここの角は曲がらない。曲がったらカエルが出てきちゃう。ヘビには、まあ、とりあえずグレネードランチャーは持っていこうと思うねんけど、何の弾が効くかな？あと絶対毒にしてくるから、ブルーハーブ持っていこう。ブルーハーブとこのグリーンハーブ調合して持ってこっか。ほんでグレネードランチャー、ヘビは、どうなんやろう。燃える？ヘビ燃えるかな？硫酸で溶けるかな？普通の榴弾、13弾。なんかヘビもなんか溶かしそうやし、硫酸に耐性あったりするかな。でもあいつも毒やから別に酸っていうわけじゃないか。とりあえずじゃあこれは、組み合わせでこうして、で一応救急スプレーも持ってっといて、榴弾じゃない、硫酸弾か火炎。でも火炎の方が貴重やしな。なんか榴弾はちょっとこの前のカエル戦で実はそんなに強くないのではって思ってるから、榴弾は置いていこうかな。普通の火炎も結局なんかもったいぶって使わなさそうやな。なんかついついケチが出ちゃってさ、プラント42とか植物相手やったら効くやろって自信持ってなんか使えんねんやけど、なんかヘビ相手やとさ、13にしてみようかな。榴弾は弱いから持ってかなくて。もし硫酸弾あかんかったらもうショットガンで。でも最後のとどめはショットガンにしたい気もする。だってリチャードの仇やし。もしかしたら腹の中でリチャード生きてるかもしれへんけどな。ちょっと窒息しそうかもしれへんけど、ワンチャン悪くない？丸飲み感あったやん。ナイフとか持ってった方がいいかな。腹裂いてみようってジルしてくれるかもしれへんけど。よし、まあこれでちょっと頑張ってみるか。最初っからグレネードランチャーでいく？まあこの硫酸弾が効かへんかったらもうショットガンでいくしかないねんけど、榴弾は弱かったしな。榴弾も一応持ってきた方が良かったか？あ、こっちじゃなかった。ごめん。話しながらやってたらなんか注意力散漫になってた。まあ言うて榴弾弱いかもしれへんけど、ショットガンクラスの威力はあるわけやし、持ってきても良かったか。え、持ってこようかな。え、でももうここまで来ちゃったしな。ここまで来ちゃったしな。よし。ふぅー。よし。行くか。まあ、最悪、一回榴弾じゃない。硫酸弾撃ってみて、ちゃうわこれってなったら、またこの扉から逃げ帰ってこればいいんやもんな。ふん！やつは？どうせならこの廊下でさ、この廊下で戦いたくない？でももうあいつは下をうごめいてんの？下をうごめいてんな。え、上来てくれへんかな？こちらとしてはこの一本道でこうやって迎え撃つ方がやりやすそうじゃん。無理？上来て。ここにいるよ。ここ、そう、ここですよ。いや、来なさそうやな。あの腹の中にリチャードが。え、登ってこうへん？逆に言えばさ、ほんまピンチになったらこのはしご登りさえすれば安全ってこと？やるぞ。とりあえず近づいて。あれ？ちょ。顔にぶち込んでやる！あー、顔にぶち込みたくない？
か、え、聞いてた？はい、あ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 、ごめんごめん、近づけすぎたかも。あ、もうちょっと、え、これやっぱり、やっぱり硫酸弾聞いてない？あ、あ、あ、ちょ、ちょ、でも毒じゃない、黄色コーションやけど毒じゃない、え、赤コーションまで待った方がいいとか言ってるうちに死にかねへんもんな。でもえ、やっぱりやっぱり硫酸弾いまいちなんかな。救急スプレー使っちゃおう。でリチャードのショットガンで、待て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 、まあ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 、はい、あ、やっぱりやっぱりやっぱり、あ、もう黄色コーションですよ、毒じゃないけど、うん、あ、待って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 、まあ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 、どうどうどう、ご機嫌いかが、うわ、ん、ま、あ、もうダメだ、え、でも毒じゃない、毒じゃないけど使う使う使うしかない使うしかない、あ、え、黄色まで、まあそうやんな、赤ハーブ、あ、レッドハーブと調合してあるわけじゃないから、普通にグリーンハーブ飲んだのと一緒か、え、もったいなかったかな、え、どっちの方が効いてんのやろ結局、どんな感じどんな感じ、ちょっと一旦こっちに逃げよう、ふぅ、どっちから来る、どっちから来る、こっちそっちこっちそっちそっち、はい、あああああ、え、おえもう最後の外してなかった、リチャード、ごめん、アサルトショットガンで最後仕留めきれへんかった。ヘビはコリコリ、そんな可愛いもんちゃうで、え、これさ、お腹お腹、口口口口開けて、ここのどっかにリチャード入ってんねやろ、え、ヘビってさ、ヘビってうんちするんかな、排泄物どっかにあったりする、ちょ、骨だけでも拾ってあげたくない、別にヘビもう調べられへんねや、え、どっかにリチャード排泄されてたりするかな、もう消化した後、汁は黄色コーションで、あ、でも別に毒とかならんかったな、え、結局硫酸弾の威力どうやったんやろ、ショットガンと同じ程度やったんかな、こうしとくけど、なんかいまいちピンとこやんかった、で、幅広い種類の本が並んでいる、特に役に立ちそうな本はない、てかノブは治ったん、ノブノブノブ、ええ、結局開かへんの、そんなノブ直してくれるのといえばバリーやけど、バリー来てくれへんかな、うん、この辺の本棚は別に別になんかな、この裏側でなんかピカピカしてる描写あったけど、これか、え、最後の書、ゲ、ジョーは、ジョーは普通に本棚に並んでたりする、ここはどうなってんの、これ鏡、あ、まあこれ以上調べられることはないか、この辺も別に、ほんでノブ壊れてんねやろ、え、ここ位置的には、あ、入れへん、あ、反対側から鍵がかかっているようだの部屋に続いてるから、どっちみち入れなさそうやな今、え、ノブ、ノブは、そっか、え、バリー待ちやったりするかな、棚から古い本が落ちている、え、めっちゃ踏みつけちゃってるけどいいの、うーん、こんなもんで、青い最後の書調べてみようか、最後の書、こん中にノブ入ってたりする、いや、ノブじゃないもんが入ってる、本の中にメダルが入っていた、狼のメダル、特に変わったところはない、なんか裏になんか刻まれてるけど別に気にしんでいいの、最後の書ゲに入っていたメダルだ、特別な使い方があるのだろうか、丸いメダルね、なんかお墓、なんか中庭やっけ、
あそこあそこ、あそこの2つ並んでる。お墓のところにさ、メダルっぽいのはめるのあったっけ？なんか1たす1、なんか算数みたいなん並んでた記憶あんねんけど、うろ覚えやな。でもなんかくぼみあった気がするな。そこか？あのウィンドクレストも。で、そこ開かへんから、ノブ壊れてて。これ以上はこの部屋一旦、あれか？探索完了の色にはなってんねんな、この部屋。ノブ。バリー。バリーは今、ウェスカーもそうやけど、今何してんのやろ？帰るまで出てくるようになって、とんでもないことになってるはずやねんやけど。あ、ほんで、一応グレネードランチャー、貴重品っていう意識あるから、ショットガンにしとこう。もうハンドガンじゃ生きていけへんな。ほんで、じゃあ、まあ、終わりました。どうしようか。リチャードも結局、なんか見つからへんかったしな。あっち側の、この前うちが解けへんかったギミックをちょっと試しに行ってみようかな。うちがひらめいたやり方が合ってるかわからへんけど。あっち側向かってみようか。あれ？ここってなんかいるんやっけ？あれ？なんか足音すんねんけど。帰る？あ、なんかゾンビいるんやっけ？あ、でもノーマルか。かわいい。かわいいね。ちょっと待って、一旦こっちに逃げるわ。あ、でもこっちにもゾンビいたんやっけ？ほんまノーマルゾンビがもう可愛らしく見える。そういえば、この奥のあの赤い部屋はうちなんか、逃してるんやっけ？ここ。ここってなんか残してたっけ？まあ赤くなってるから、まだなんか取り逃してるんやろうけど。あれ？あ、この奥か。あ、そういえばここが最初に、そうや、ヘビとやったとこで、あ、ショットガンの弾取り逃してるかも。なんかわちゃわちゃして、ゆっくり探索できひんかったんよな。んで、ここは持ち物いっぱいで取れへんかった。ショットガンの弾もらっとこう。あ、これで探索完了になってる。よかった、寄り道して。来といてよかったわ。じゃあ、あの可愛いゾンビはシュッと避けつつ、この、あそこの赤いところをちょっと目指すわ。この前、うちが解けへんかったギミックんとこ。何事もなく、たどり着けるといいねんけど。あ、建築途中の洋館の絵がある。この館によく似ている。あ、でも、別にこれにギミックはないんか。まあ、だいぶ離れてるもんな。あの美術室から。あの美術室に関しては、ちょっとまだピンと来てへんねんな。今から解こうとしてるギミックは、ちょっと思うことがあって、とりあえずさ、これまずこうやって押し込むやん？まあ、仕掛け起動するけど、あれ？ああ、仕掛け起動するよな。しひんかと思った。で、こうやって、まあ、とりあえず押し込むやん？で、まあ別にこれ砕けることもなく、ちゃんとここで止まってくれんねんやけど、まあこれ以上もう動けません。んで、まあ、こっちのボタン押せば、また扉じゃない、壁元に戻るけど、反対側にもこっちの彫刻みたいにはまるとこあるんかなって、なんか思ってさ、こう押したらまたこうやって戻るけど、その戻ってる間に、カメラカメラが言うこと聞かん。こうなってる間に、そう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 、それそれそれ、あ、でも間に合わなさそう。ちょっと
これで当てそうやぞ。え、カメラだけが敵やな。そうそう、壁が動いてる間になんでうちはあっちの様子を見に行かんかったんやって編集してて思ったんよね。うんうん、こういうことで良さそう。